敬礼。一方、大分市の県警察学校では今日入校式が行われました。この春は初任科短期課程など3つの課程に合わせて85人が入校し、式は4年ぶりにマスクを着用しない形で行われました。この中では大津レオ巡査が両親のみに従い、不偏不党かつ公平忠誠に警察職務の遂行に当たりますなどと誓いの言葉を述べました。誓います。令和5年4月6日、県民に頼られる警察官となり、日本一安全な大分県を形成していきたいと思います。入校生はおよそ半年間寮生活を送りながら、法律や捜査手法、警察官としての心構えなどを学ぶということです。